推理に戻るよ。はい、おかみさん殺害事件の続きだね。で、どうあれ今回の件は自殺で間違いない。うん、警察側が今回は自殺ってことにしようとしてんだけど、まあそのおかげで今回はドクターがやる気をあまり出してないんだよね。自殺ってことになっちゃうとヘビボールをかすめ取れないので、うん、まあおかげで助かってるね。おかみには自殺動機が数多くあるのだよ。遺書にも明記されていただろ。されてねえわ2行しかなかったろ遺書。省略されすぎてろくに明記されてねえわ。とにかく旅館おかみの遺書を行間から読み解くと、人工温泉が知られてしまったこと、人間の被害者が出てしまったこと、シェフが死んでしまったこと、人間の被害者は本人だけどねおかみがこれ書いてる時点では誰も死んでないからね。人間は自殺する動機としては十分なのだよ。弱いな。人間が死んでる点に関しては現状おかみだけだから結果論だろうが。ハンターなんかと意見が一致してしまった。自殺動機はともかくミミズを殺した動機が微妙だよ。まあそうだね、ミミズ殺害の動機もちゃんとあるぞ。本当か？この旅館のおかみにはな。おかみさんはとにかくミミズが大嫌いなのよね。いや嫌いってだけで動機になるか。まあならないこともないのか。うーん、生理的なレベルでちょっと弱いけどね。だけど生理的に嫌いだから殺害するほどひどい人でもなかったよ。ミミズを殺害する動機はそれだけじゃないぞ。当時のおかみには自殺しようにもロープがなかった。そこでミミズを殺せばなくなったロープガールの自殺道具にもなる。包丁あるけどね部屋に。ああ動機として一石二鳥なのだよ。実際そういう流れになんだっけ。なんか部屋に包丁があるんだからそんなに頑張って自殺道具を探す必要がないと、そういう流れになったような気がする。おかみさんはミミズが生理的に嫌いだったのよ。そんな嫌いなミミズを首に巻くなんて死んでも嫌なはずだわ。死んだけどね死んでるんだけど、現に首に巻かれ死因も首吊りで、ああそうか、死因がもう首吊りってデータは出てるんだっけ。はっきり、そっか、どうやって釣ったんだっけ。ちょっと後半になるほど記憶が薄れてきててあまり覚えてないんだけど、うん、他に自殺道具がなかったからやむを得ず。あ、これは意義ありだな。包丁あるもん。ミミズロープで首を吊ったんだろう。ロープ以外に自殺道具でもありゃ別だけどな。お前が一番詳しいだろ包丁のことはお前が犯行に使ったんだから。そうだ、ババアの部屋には包丁があったな。自殺するならミミズなんかより、ミミズなんかより包丁を使うはずだ。現にミミズロープが使われてる上死因も首吊りなのだ。外傷なしもみ合いの形跡もない以上、第三者がミミズを巻きつけるのは不可能だからな。第三者がミミズロープでの首吊りに成功した理由、ああ気絶してたんだっけ。そうか、ノーマルモードではそうだったな。なんかでおかみさんを驚かせて気絶させて、その間に首を吊った。結構えぐいことしてんな、言葉にすると。なんかこのグラフィックだからあんまりえぐく感じないけど、そうだね、気絶していたんなら嫌いなミミズが首に巻かれようと関係ないよ。また憶測で推理しようってお前もな。それに気絶させたにしても鉄格子内のおかみの部屋に侵入しなければミミズロープを巻くことなど不可能だろ。お前の後ろのそれなんだよどう考えてもこれの議論先にするべきでしょ。もう誰でも侵入できるってことだもんね、鉄格子破壊されてたら。だったら逆に誰ならおかみさんの部屋に侵入できるのか考えるべきね。まあ普通に考えたらムカデなんだけど、鉄格子に侵入できんのは破壊されてるからな。それならムカデで決まりだろ。鉄格子をすり抜けられるんだからな。まあでも確かこの鉄格子超電磁ドリルで破壊したって流れになるんだよね。だそうなるとヘビが容疑者になっちゃうんだよな。俺じゃねえわ、クソみたいな推理の時だけ出しゃばりやがって無駄に生き残った2人で喧嘩すんな。だけどヘビメタポイズンスネークに次いでミミズまで殺されてるからな。鉄格子をくぐり抜けられるのはムカデしか残ってないよ。ん？ああ、まだやる気出さないか、ドクターは。ところでこの部屋に気になるものはないかね。まあ、気になるものだらけだけど。鉄格子でしょ、こんな。そうだ、そこに立てかけてある鉄格子の残骸を見たまえ。あれ、よく見たらこの鉄格子壊れてるよ。よく見なくてもだよ。そう、この部屋の鉄格子は壊されているのだよ。ムカデが警察が犯人なら壊して入る必要がないだろう。いや、だからこそでしょ、自分だけが疑われないように。
つまりは最後のバールを持ってたものこそやっば。そっか、この流れあったっけ。最後のバール買ったのヘビ探偵だもんな。最後のバールを持ってたものこそ犯人なのだよ。確かに最後のバールが必要だけど、旅館売店で再販されたから誰でも入手できるね。ほう、だったら最後のバール買った者がいるのか教えてもらおうか。最後のバールを買ったのはそこのヘビ探偵だけよ。急展開。分かったぞ、真犯人はヘビ探偵だ。うるせえバーカ、喋んな。最後のバール購入したのはヘビ探偵だけだからな。うん、分かってることしか言ってないこいつ。出番が欲しいからと答え同然のヒントが出た途端シャシャリ出てきやがったぞ。バカ言うな、俺の入念な名推理が身を結んだまでだ。まあ粛清は毎回してるからね、軽くつつくぐらいにしときましょうか。いい加減にしろよこいつ。あー、軽くつつかれただけなのに大げさに倒れちゃったよ。もはや当たり屋の手口と一緒ね。こいつはずっと倒れてる。茶番はさておき、鉄格子を破壊できるものならヘビ探偵君以外にもいるだろう。あー、こいつヘビ従業員に押し付けられそうな流れになったら出てきやがった。他にいるだと、誰なんだよ。旅館側のものに決まってる。旅館側なら最後のバールを買う必要ありませんからね。くっそ、急に口数増えたな。最後のバールなんて使ってないし、おかみさんを殺すわけないじゃない。まあ人間従業員の方は店番をしていたから無理でしょう。そうなると残るは危険な方向に向かっています。そうだね、うん、旅館側を掘り下げたら終わりだ。被害者の検視がまだ終わっていない。一旦矛先をそらさないと。被害者の検視、おかみさんの検視ならもう終わったはずじゃない。ミミズの方よ。そうか、おかみさんじゃなくてもう一方の被害者ミミズの検視がまだだったよ。ね、二人の被害者がいるわけだから。まあいいでしょう。それではミミズの検視に入るとしよう。あの女子、今回は随分簡単に引き下がったわね。逆に考えればまだ奴の思惑のスタートラインにすら立ててないって状態だろうな。もうみんな気づいてんじゃん、あいつが黒幕だって。気づいてるじゃねえか。あ、回復十分だから予習でもしとこうかな。うん、経験値を獲得しました。推理に戻るよ。鑑識結果によるとミミズの死因は感電死のようですね。まあここで超電磁ドリルの存在がまた出てくるわけだよね。感電死？感電死といえば過去に電気属性の武器があったような気がするよ。電磁ドリル、そうだったね。電気属性といえば深夜の事件で話題に上がってた超電磁ドリルだよ。超電磁ドリルといえば警察が保管してた凶器だね。超電磁ドリルは何者かに、あ、これもまずいな、この流れも。超電磁ドリルパクったのもヘビ探偵だからね。まあその後売店に売ったんだけど、何者かに盗まれたと言ったろ。盗まれたことにして自分でミミズ殺害に使用したって可能性もあるよ。超電磁ドリルはヘビ専用装備だ。我々人間には装備できんよ。最後のバール買ったのもヘビ探偵だし、電磁ドリルパクったのもヘビ探偵だし。それであの電磁ドリルが、だが誰が盗んだか目星はついてるのだよ。どうせムカデだろ。俺じゃねえし、凶器の窃盗に関してはお前の方が全員かもしだからな。本当にもう無駄に生き残ったお前らで喧嘩すんな。まさか旅館の売店に転売するアウトローな不届き者がいようとは。旅館側は心当たりあるようだな。その超電磁ドリルなら売店にあったわ。売店にあった？欧州の電磁ドリルか？ヘビかムカデか知らんが、アウトローの輩が警察の欧州品を盗み出し旅館に売りさばいたって流れだろうよ。ろくな奴がいないな、本当に。あ、でもこれヘビ探偵ってことにはならないんだっけ？俺でもそこまでの悪行はしねえし、その欧州品を買い取る旅館側も十分アウトローじゃねえか。だけど売店にあるじゃなくて売店にあったってどういうことよ。あれ、あの店員に売ったんじゃなかったっけ。あの超電磁ドリルはミミズに、あ、ミミズに譲ったのよ。え、ミミズに？なんだかごちゃごちゃになってきたよ。ミミズに売ったならともかくミミズに譲ったってどういうことなの。あれ、これどう収集つくんだっけ。ほんと後半になるにつれて記憶が薄くなってんな。俺そんなに覚えてないかも。あれ、ミミズが電磁ドリルでこれ破ったんだっけ。ミミズに脅迫されてたのよ。超電磁ドリルを渡さないと押収品売買の件を警察にバラすって。
まあミミズはオカミの包丁に対抗できる武器を探していたからな。そして売店で発見したのが超電磁ドリルというわけだ。とにかく電磁ドリルをドリルを持ってったのはミミズなんだから、ミミズの犯行だよ。でもミミズにヘビ専用装備使えんだっけ。ヘビ探偵はもう関係ないね。本当？よかった。いや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 逆だよ。ミミズの信用もう一度確認したまえ。ミミズは感電させた側ではなく逆、感電させられた側なのだよ。まあヘビがミミズの所持していた超電磁ドリルを奪い、その狂気で感電させたってとこだろう。このエフェクト面白いな、いつ見ても。そしてその衝撃の光景を目の前で見た旅館おかみは気絶したという流れだ。ヘビがミミズを殺害する動機がないよ。動機ならあるではないか。超電磁ドリルを奪えるという動機が。奪ってどうすんだよ。ミミズを殺す動機はともかく、おかみさんを殺す動機なんてなおさらないよ。殺害現場を鉄格子越しに旅館おかみに見られてたから口封じに殺したんだよ。この流れは無能の刑事にしてはそこそこ筋が通ってる気がする。このままじゃまずいよ。ミミズが感電した原因を特定できないとヘビ探偵が捕まっちゃうよ。まあ従業員が捕まってもダメだけど、当然ヘビ探偵が捕まってもダメだからね。ミミズがどこから電気攻撃を受けたのかを示す証拠でもあればな。あ、まあちょっとヒントが2つもあるけど、これ見なくてもいけるかな。なんか電磁ドリル壊した時に、電磁ドリルで鉄格子を壊した時に鉄格子が帯電してて、それで感電したとか、そういうのなかったっけ。そういうんだったような気がする。ちょっとこれノーヒントで言ってみよう。証拠を提示。ミミズはどこから電気攻撃を受けたのか、帯電した鉄格子のはず。来た来たぞ。そうか、ミミズは鉄格子をくぐれても電磁ドリルはくぐれなかったんだ。ああそうだったっけ、それは忘れてた。ああそうか、ミミズだけなら鉄格子は普通にくぐれるんだもんね。あそうか、そうそう、完璧に思い出したわ。そう、ミミズだけなら鉄格子くぐれるけど、てかまあこいつが全部言ってるけど、電磁ドリルは突っかえちゃったんだね。で電磁ドリルごと中に入るために鉄格子破壊したはいいけど、その鉄格子が帯電してて、それで電気のダメージを受けたと。そういうことです。ああまあ俺が説明しなくてもこの人が説明してくれてるけど、思い出したアピールしたいからね。電磁ドリルが鉄格子に引っかかり、その鉄格子自体にミミズも感電し、そしてその衝撃的光景を目の当たりにした旅館のおかみさんは苦笑いって前選んだよな気絶したんだね。そうだね、気絶するには十分な衝撃的光景だよ。だがミミズがおかみへの殺意のあまり、ドリルを鉄格子に引っかけて感電しなどと都合のいい憶測だ。都合のいい憶測してんのはお前も一緒だけどな。執念のあまり自爆死などと、ヘビ以下の虫けらといえどもそんな馬鹿げたことをするはずないからな。そうね、同じ虫けら属性のムカでさえ自爆死はしてないものねしてたんだけどね、本来は。当たり前だ、自爆死などと虫けら界の中でも恥さらし扱いだからな。とにかく証拠だ。ミミズが狂気の電磁ドリルを、ごめんね、なんかちょっといつも以上に読み上げが下手な気がする。狂気の電磁ドリルを装着していた証拠を提示するんだな。装着してた証拠？肝心の狂気超電磁ドリルが見つかってないからな。いやー装着してるでしょ、ミミズが天井に埋まってんだから。とりあえずそれ取り出そうよ。ミミズが装着したまま？ってことは今現在超電磁ドリルがある場所は天井の中ですよ。天井？そういえば天井に引っ掛けるとこがないのに、首吊り遺体が引っかかってる原因が謎のままだったけど、天井に電磁ドリルと突き刺さってるからだったんだよ。とりあえずおかみさんを下ろすよ。本当だったよ着色されてる温泉で。本当だったよ、ミミズがドリル装着したままだよ。この電磁ドリル時間が経ってるというのに熱がすごいよ。使われてた証拠になるよ。くっ、ドリルを天井に突き刺すことで首吊りが可能になるし、凶器のドリルを隠すこともできるわね。ドリルで扉を壊し、ドリルで殺し、ドリルで天井に突き刺す三段活用法だよ。こっちのドリルは役立たずのドリル重機とは違って何役も仕事してるようだな。まあ元々は一つの存在だったけどね、ドリル重機と電磁ドリルは。ヘビ従業員はあれだからな、
ドリル重機と、ドリル重機に共感してるからな。だけどこれで謎は明らかになったよ。うぬぬぬぬ。いやいや、お、来たな、ドクター。本番はこれからですよ。まだ真犯人が誰か分かってないでしょ。まだ諦めてないな、ヘビ従業員を犯人にするのに。することを。まあ、すでに目星はついていますが、ついに厄介の方が動き出したようだな。いや、もうみんな分かってんじゃん、あいつ黒幕だって。真犯人って誰のことなのよ。そこの、え、こっち？あ、ヘビ従業員か。あ、こっちじゃなかった。ごめん。なんかヘビ探偵って言われたのかと思った。ヘビ従業員か。え？まあでもそうなるよな。ヘビ従業員が鉱石持ってんだから。今度のターゲットはそのヘビ従業員のようだな。注意しろよ。その女子にロックオンされたやつだ。ああ、言われてみりゃそうか。いや、違うよ。お前生きてんじゃん。お前も一旦ロックオンされてたよな。ムカデ。その女子にロックオンされたやつだ。全員死んでるからな。約1名だけ無駄に生き残ってる虫けらも存在するがな。ブラックドクターの乱入によりこの事件もついにハードモードに突入します。望むところよ。完全回復しとこう。ヘビ従業員、なんでうちの従業員が犯人なのよ。今回の事件にはまだ曖昧なままの点が多い。ああ、あるはずのない気まぐれパスタがなぜ用意されていたのか。確かにパスタが乗ってたような形跡はあるのよね。ヘビ従業員が作ってないんだったら、そうだな、出どころ不明だな。そして旅館おかみが気絶した理由も曖昧だ。ミミズが感電する様子を目の前で見て気絶したとの推理だが、よほど近くで見てない限りは気絶などせず選ばなかったのに、そっちの選択肢、苦笑い止まりで済む話だ。あのおかみさんが気絶するほど驚くなんて、それこそ大逆転するような超常現象でも起こらないとな。経緯はこうだ。ミミズが感電指示、おかみが気絶しなかったら取る行動は一つしかない。ドリンクのおかわりのこと。まずい、もう一杯方式はガシなお印みたいになるから待ってたよ。遊んじゃった。まあそうだね、死骸をどけてもらう。ミミズは苦手なんだし、そりゃそうね。生理的に嫌いなミミズ、それも死骸が近くにあるなんて1秒でも嫌なはずよ。では誰を呼び出したのか。ああ、なるほどね。人間従業員の方は売店で仕事中、そうなると残りはおのずとヘビ従業員ってことになるのか。逆らいてえな。ハンターじゃダメ？雑に扱われてるキャラだからって雑用にまで使うんじゃねえよ。別にいいだろ、雑用に使っても。温情で解放されてんだからさ。本来捕まってなきゃおかしいんだから、お前も。まあ、ヘビ従業員ってことにしなきゃいけないのか、ここは。そして鉄格子にはヘビが通れる程度の穴。あ、なるほど。この程度の穴じゃ人間は通れないのか。ヘビ従業員が侵入し、ミミズの死骸を首吊りロープ代わりにおかみを殺害することも可能だ。それだとおかみさんともみ合いにならずに気絶させた方法が証明できてないよ。鋭いとこ言うな。そのようだ。おかみがなぜ気絶したかなど霊媒でもしない限りわかるまい。霊媒というとまたまた検視データでの推理になりそうな展開だな。検視データといってもおかみさんの検視は終わってるはずよ。ではさらに詳しく数値化してみましょう。え？数字は嘘をつきませんからね。こんな流れあったっけ？ぐるるるる。え？知らないデータ出てきた。これはノーマルモードになかったデータだな。あ、食欲とかレベルとか。ヘビ探偵にだけあるステータスじゃないんだ、そういうの。あ、食欲がそんなに減ってないのがおかしいってこと？気まぐれパスタ食べたのに。違うかな？え、いや、ちょっと待って、進めてみないとわかんないな。うん、おかみさんについての詳しい数値データが出てきたよ。食欲が10だけ減ってんの、なんかこれありそうだよね。何かこの数字に矛盾でも見つかればな。この中で矛盾してる数字は食欲じゃない？あ、そうだ、すげえ、探索パートでの設定がなんかこの事件にも生かされるっていうつながり、なんかすごい上がる。そうだよね、ヘビ探偵の探索パートの時も、例えばパスタみたいな食べ物食べた時は当然食欲が減るわけだけど、
青汁みたいな飲み物を飲んだ時も食欲って減るはずなんだよね。10だからパスタと青汁両方摂取したんであれば食欲が80以下でないとおかしいってことだ。あーすげー、おもろ。そうだよ、パスタを食べたような形跡があるのに食欲を消費してないのはおかしいよ。なんかこれつながりがあるって面白いね。ヘビ探偵だけのシステムかと思った部分と、何も不思議なことではない。トイレに入ると食欲がリセットされる。ああそっか、そのシステムもあるな。それを利用して地下探索しまくったもんね、ヘビ探偵も。トイレに入ると食欲がリセットされるシステムをご存知だろ。100まで回復するんだよね、トイレ行ったら。おかみさんがトイレに行ってないことを示す証拠でもあればな。ああでもそれこそ鉄格子があんじゃん。鉄格子があるんだから外に出れるはずがない。うん、合ってた。そうだよ、鉄格子があったから勝手にトイレには行けないはずだよ。つまりおかみさんはパスタを鼻から食べたのでは。そうだよ、パスタの右の鼻穴から食べて左の鼻から出すテクニックで食欲が減らなかったんだよ。そんな給食で笑い取る時以外役に立たないスキルおかみさんは持ってないわよ。ああダメージ受けちゃった。選ぶじゃんあんなの。うん、食べてないってことだ。そうだよ、おかみさんはパスタを食べてないんだよ。気まぐれパスタ、効果も気まぐれだ。パスタの中には食欲もリセットするパスタがあるって話だが、いやそんなん聞いたことないよ。適当なこと言うんじゃねえぞ、確かめようがないからって。そもそもシェフがいないのに気まぐれパスタがあること自体怪しいのよ。その通り、つまりは、謎のパスタを用意した者こそおかみを殺害した。あーなるほど、全部ちゃんとつながるな、すげえなこいつ。おかみを殺害した容疑者に違いない。パスタの修行中のヘビ従業員がね、怪しいって流れに。すげえ、なんか久しぶりに感心したな、ドクター側の持ってき側に、持ってき方に。それは間違いなさそうだけど、シェフがいないことには気まぐれパスタは誰も用意できないからな。本格的な気まぐれパスタは無理でも、気まぐれパスタを作る理由があるものなら1名いるではないか。答えません。君が答えないってことは、ことが答えを証明しているようなものだ。八方塞がり。パスタを用意したのはヘビ従業員だとな。え、旅館おかみと、もうおかみも言ってたことだろ。シェフの代わりになるようパスタの修行をしておけと。言われてたけどな。でも地下でサボってたもんなこいつ。そうだよ、さっきの探索パートの時こいつ地下でサボってたもん。作ってねえよ。だけど台所にはそのヘビ従業員いなかったよ。パスタを作るのは無理だよ。そうよ、うちのヘビ従業員はサボり癖があるから、どうせ料理の修行なんてしてないわ。かばってるのにひどいよ。でも実際に地下にいるのヘビ探偵見てるもんね。うん、だからそうなんだよな、地下にいたのは知ってんだけど、それならそれでこのパスタは本当に誰が作ったんだって疑問が残るね。これ本当に全然違うもんね、ノーマルモードの時と。複雑だな。とにかくアリバイがある以上パスタを作ってたなんて立証できないよ。ではヘビ従業員が台所ではなくどこにいたのか、そこのヘビ探偵君に。なんかヘビ探偵に答えさそうとしてる時ってミスディードの時が多いよなこいつ。ドリル重機のとこにいたの知ってるけど、まあでも台所にいたなんて証言するわけにいかないし、こう言うしかないね。地下にいましたよ。なんでヘビ探偵と従業員が一緒にいたこと知ってんだよあいつ。上で、え、くそ、なんか悔しい。でもあっち選ぶしかなかったよな。上出来だなヘビ探偵くん。うわ、まだまだペースに乗せられてるような雰囲気だよ。だけど台所にヘビ従業員はいなかったよ。あ、確かにでかいヘビは台所にいたもんね。それにパスタを作るにも現状は食料不足だからね。食料不足ならネズミを捕まえて作れと旅館おかみに言われてたではないか。そのネズミを捕まえに地下に行ったんだろう。地下にはネズミを捕まえんじゃなくてサボりに。サボってんじゃねえかやっぱり。とにかく地下にはネズミなんていなかったよ。では食材なしでどうやってパスタを作り上げたのか。皿を見る限り最近茹でられたようなパスタが乗ってた形跡があるのよね。旅館は封鎖されてるからバレずにパスタを捨てに行くのは不可能。では作られたパスタはどこに消えたのか。
そして旅館おかみはなぜ気絶したのか、本当にこっち側もわかんないな、そのパスタの謎は。そこの2点が融合され導き出される答えは一つしかない。ヘビ探偵も、あ、いや、言われるまで気づかんかったわ。そっか、ミミズが、あー、そっか、そっか。ヘビ探偵君もそろそろ気づいた頃合いだろう。皿から消えた謎のパスタの正体に、そう、ミミズがね、ノーマルモードの時と違ってピンク色じゃなくて着色されてる謎も不明のままだったけど、あのちょ、ごめんね、調光しちゃって。パスタにミミズの死骸をパスタに偽装するために温泉につけて着色したんだ。ピンク色のパスタなんて怪しいもんね。うん、食欲そそるわけねえから。なるほどね、温泉で着色して色をつけたミミズをパスタに見せかけて、さらに言うならおかみさんは多分食べる直前でさすがにこう間近で見たらこれパスタじゃないって気づいたんだろうね。そしたら気絶するでしょ、いくらなんでも。気絶する理由にもつながる。はい、すいません、長いこと講釈たれて申し訳ない。ちゃんと気づいたアピールしとかないといけないから。パスタの正体がミミズの死骸？経緯はこうだ。まずヘビ従業員が自爆死したミミズの死骸をおかみに言われ撤去。そのミミズを茹でてパスタとして旅館おかみに提出。だ、その茹でるためのお湯が温泉だったんだな。大好物のパスタかと思ったら大嫌いなミミズに大逆転。気絶するほど驚いてもおかしくない話だ。それは俺でも気絶するかもしんない。確かに。あとはヘビ探偵君の推理通りミミズを巻きつけ天井にドリルを突き刺し首吊りしさせたってわけだ。この犯行の方法自体はこれ自分がやったことなんだろうな。これだってやったのドクターでしょ。嘘をつくときは本当のことを混ぜると有効だったりするからね。まさにそれをやってるね。ミミズを犯人に見せかけミミズを凶器として使い、ミミズを気絶用の道具にも使う。まあミミズの三段活用法ってとこだな。だけどミミズをパスタ代わりに茹でるにもヘビ従業員は台所に来てないから茹でる調理器具がないよ。あ、そうか、台所で調理なんてそもそもしてないんだ。そう、温泉につけただけなのかな、本当に。それに旅館は水不足だから、この水不足も解消できるもんね。温泉を使えば。茹でる用の水を集めるのも難しいしね。そう、茹でるにも無駄に使える水など残ってない。そうなるとミミズは何で茹でられたのか、もうお分かりだろう。人工温泉。なるほど、人工温泉でミミズを茹でたってわけだ。まあでも今のミスリードっていうのが出ないってことは、もう本当にあれ自分でやった犯行法なんだね。嘘でも何でもなく。そういやミミズの色が変わってたし、人工温泉を利用して茹でたのは間違いないな。温泉装置なだけに温度調節も可能。つまり調理器具にもなるから台所に行く必要もない。あ、だから封鎖されてたのか。前の探索パートの時、温泉に蓋してあったもんね。そうなればあの時ヘビ探偵が探索してたあの瞬間もあの蓋の下にミミズの死体があったってことだ。なるほど。いや、ごめん、ちょっと自分で否定するけど、それは違うか。でもあの時あれだもんな、ミミズはおかみさんの部屋の前にいたもんね。いや、まあその辺の時間の前後の関係はともかく、そうなればミミズパスタを作った現場は台所ではなく人工温泉。その人工温泉部屋には、あー、すげえこいつの二重三重の罠、地下にいましたね、ヘビ従業員が。うわ、これどうやって突破すりゃいいんだろう。完全に女子のペースに乗せられてしまったところであなたのターンです。これはもう今回はセーブ。めちゃくちゃいいとこで申し訳ないけど、今回はここまでにしましょう。これどう切り抜けりゃいいんだろう。めちゃくちゃ感心してるわ今、ドクターの罠のかけ方に。
結構前に言われてたもんね、ヘビ探偵。なんか、なんだっけ、そのヘビ従業員がどこにいたのかって話で、地下で見かけたよって答えたら上出来だって言ってたんだよ。はー、面白。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。